んばんは。全国外国人雇用協会留学生就職学院の坊奈知花です。第79回有力企業就職ライブ東京編をお届けさせていただきます。この有力企業就職ライブは毎週日曜日の夜に配信させていただいています。毎回4社から6社の求人企業の情報を皆さんにご案内しています。この中から受けたいものがあるという方は、この動画の最後に申し込み方法をお伝えしていますので、そちらをご確認の上お申し込みをください。それでは今日の1社目ご案内させていただきます。まずこちらは営業と事務のお仕事になります。この会社は中国市場に向けていろいろなものを、サービス、ものサービスを提供している会社です。会社の場所は東京の渋谷区、最寄り駅原宿駅です。もう皆さんご存知のね、原宿駅の近くに会社をお持ちの、会社さんですので、とてもね、環境がいいですね。働く環境とてもいいと思います。中国市場向けに音楽ライセンス、代理業務、それからアニメ、ドラマなどのデジタルコンテンツ、こういったものをね、売っていくという会社です。もうすでに、たくさんお客様をお持ちの、非常にね、有望な、会社さんになります。営業と契約交渉などを担当していただきますので、中国語がね、どうしても必要になりますので、そこは国籍は別に中国じゃなくても構わないということですけども、中国語が、できる方という条件になります。あとは事務をしますのでね、パソコンなど一般的な事務の、仕事ができるというのが条件です。面接は13日月曜日の2時となります。明日ですね、よろしくお願いします。1人から2人募集です。シフト制となっていますね。18万から30万、時差はそんなにないと思いますけどね、一応シフト制になっています。詳しいことは面接で、ご確認ください。2社目ですね、飲食のお仕事になります。こちら写真の通り、焼肉店をお持ちの企業さんです。場所は千葉県の松戸市ですね。松戸は、東京にすごく近くて、外国の方もたくさん住んでます。東京に働いてる方、あるいは東京の学校に通ってる方もね、たくさん住んでる場所ですから、とても便利ですね。こちら地元でも大人気ということです。でここでまずは、ホールですね、それからドリンク提供などの、お仕事から、その後会計とかね、店長を目指してやっていただくということになります。面接は16日木曜日の4時です。夕方4時16時ですね。4名募集ですので、結構ねチャンスあると思いますよ。お給料は22万から34万となっています。ぜひねチャレンジしてみてください。3社目、介護のお仕事です。こちらはおじさんおばあさんに限らずね、ちょっとハンディキャップのある方を、サポートするお仕事になります。勤務地は神奈川県の秦野市ですね。新宿から58分ということなので、1時間かからないぐらいですね、電車でね。まあ東京からも十分通えるし、当然ね、神奈川県に住めばもっと近いということになります。で、障害者支援施設での業務です。いろいろとね、資格を、サポートしてくれるということです。面接は17日金曜日の2時です。2人募集、20万から28万の給料となっています。ぜひね、チャレンジしてみてください。4社目になります。こちらは不動産のお仕事ですね。お部屋の、ご紹介をして契約をするというお仕事になります。会社の場所は新宿区、西新宿駅ですからね、大都会の東京の中心地ですね。こちらが勤務地となります。で、不動産関連のサービス、賃貸ももちろん、それから売買もやるということですね。トータルで提供しています。仕事を通して自分を成長させたい、そういう人をね、特に求めているということですので、ご自分のね、情熱をぜひ、面接でアピールしてみてください。18日土曜日4時面接です。はい、3人募集ですね。お給料21万からとなっていますが、まあ、こういうところはね、売上に応じた歩合が多分ありますのでね、たくさん売ればたくさんお給料もらえるということになると思います。またその辺の詳細も面接で確認してみてください。はい、今日は以上のご案内となります。この中で受けてみたいものがあった方は、まずチャンネル登録をお願いします。その上で、メールまたはお電話でご連絡ください。どの会社を受けたいかということですね。
そして社長さんとの面接はオンラインではありません。今このご案内はオンラインで見ていただいてますけども、実際の面接は直接の面接になります。この留学生就職学院の、神田のにあります東京本店、こちらの方に社長さん方皆さん来てくださいますので、受けたい方はこちらにお越しいただくことになります。あるいは大阪、名古屋には支店がございますので、留学生就職学院の支店からも受けていただくことができます。で、東京、大阪、名古屋、いずれの場所にも遠いよという方はですね、このメールまたはお電話でご相談ください。個別のオンラインはね、少し検討させていただきます。はい。でそれぞれ今、面接予定日ご案内しましたけども、社長さん方お忙しいですから予定が変更になることもあります。面接ご予約いただいた後ね、当日家を出る前にぜひお電話で、予定に変更がないか確認の上お越しください、はい。で今日は4社かな、ご案内しましたけども、ご希望のお仕事がなかった方、ね、これだけしかないのかと思った方はぜひ有力企業就職フェアリアルイベントにお越しください。同日祝も関係なく、ね、開催していますよ。月水金は11時から、火木土日は13時からです。で、ここに来ていただいたら毎回ね、20から30社、今40社ぐらいご案内をしています。ですので、その中から、受けたいものね、選んでいただけますので、ぜひお越しください。会場はこちらですね、JR 神田駅から徒歩5分の場所にある留学生就職学院の本店。あるいはですね、名古屋に近い方は JR 名古屋駅から徒歩5分の場所の名古屋会場、あるいは大阪に近い方、JR 新大阪駅東口から徒歩3分の大阪会場、こちらに行っていただいても結構です。それではね、皆さんのご応募お待ちしています。また来週お会いしましょう。さよなら。